あのさ、はい、杉本彩主演の映画さ、はい、花と蛇見た？あれね、見たいんですよ。なんか街とか歩いてましても看板気になって、うん、ちょっと行こうかなと思うんですけど、いまいち時間のない時ばっかりで。もう三浦純さんがもうベタ褒めのね、まあ過激な SM 描写が話題になったけどね。あ、俺この間パッション見て、イエス・キリスト版の花と蛇かなみたいなね、そんな感じ。すごかった、怖かったぞこれ。あ、そうなんですか。痛い。お杉さんベタ褒めのパッションだけどね。パッション、うん、じゃ方向性は違うけどな。ほら、ムチ打ちの系があったりするでしょ。でも SM っぽいよね。だから映像はね、完全に。これね、なんか太田さん経由で、うん、逆だ、川船さん経由で、うん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどって急に電話がかかってきて、なんか太田くんが、どこ地方金沢かどっかの、仕事でホテル泊まってる時に、富山のホテルに泊まってる時に、有料チャンネルで、なんかやらしいのないかなって言って、いろいろ映画をこう探ってたらしいんですよ。そしたらいきなりですね、僕が SM クラブで思いっきり無知で女王様に殴られてるシーンに遭遇したとかって言って、出るって言ってたよね。もうそれ、かなり昔だよね。それが流れたの。流れて、それはそんな仕事してるのって川国さんが心配してかけてきてくれた。今の話かと思ったんですか。いや、もうそれも昔の話ですよ。そうか。とにかくね、趣味と実益を兼ねてたの？違いますよ。もうこの映画結構なんですか、話題作で、10年ぐらい前になりますけど、愛の新世界って言って、高橋晩明監督の、女優さんなんつったっけ、鈴木沙和のデビュー作で、砂っていう字に羽って書く沙和さんね。そうですね。結構話題映画だったね。思いっきりね、殴られてね、もうハードな撮影でしたけど、それを太田君には太田さんが見て、なんか一人でシコシコしてたらしいですけどね。しょうがない男だね。ご褒美またあげてたわけで、自分で。そうなんでしょうね。とにかくね、時代的にはじわじわと SM ブームがね、今来てると思うわけよ。ね、太田ステマンなんだけど、はいはい、ね、ヤルマンでもね、この SM ブームの流れをぜひ取り入れてね、いこうということで、SM ブーム。まあ、もうヤルマンの表前では唯一演技派の川野ちゃんにね、演じてもらいたいんだけど、何を、超 M のね、新人アナウンサー。超 M の新人アナウンサーには見えないと思うんだけどさ、はあ、ね、そこは演技力で。こんなひげ生やしてる新人アナウンサーなんかどこにもいないですよ。演技力あるから。でもほら、学生時代ね、山岳部演じられるタイプだからね。いや、マゾケたっぷりにね、やってほしい。超 M だから、ね、でもちろん女王様役も用意したから、今日はヤルマンのね、元ヤルマンスタッフのね、あら、本次、あら、来た、の今国丸のとこやってんだけどさ、はあ、さっき居残りで、また本当はね、僕の時によく登場しますね、この女。本当はね、深みを用意してたんで、綺麗だっていう評判の、どうもケビオらしいんで。よろしくお願いします。もう本日はもう間違いないから。なんだよ、そのやる気満々な顔は。で、本日さん、しかも今日あれですよね、今流行りの、はいはい、ほら、花柄のちょっとフリフリのね、ブラウス着てますよね。そうですね、はい。頑張ります。いいね、伸び伸びしてるよね。伸び伸びしてますよ。これから落ち着きは。カウちゃんにはね、なんかやだな。超 M のね、新人アナウンサーとして、街頭インタビューやってもらいたいんだけど。このあれですよね、本日って女王様役なんですよね。そうだよ。ちょっとね、タイプがね、本当は本日ほら割と丸顔じゃん。丸顔ですね。丸顔の女王様ってあんまいないんだけど、完璧な演技ですね。でも本日はね、演技力があるから大丈夫。もう前回素晴らしい演技で数字を稼いだんで。だって砂山君が仕切れなかった日に数字を上げたのが本次さんだもん。救いの神だったからね。川野ちゃん覚えてるでしょ。砂山貧乏神だけどね、砂山くらい突然来てね。そうだよ。オンエア前にご飯食べてる時から、もう緊張して、口なんかくっちゃくちゃくちゃくちゃ言ってるんですよ。嫌だね。なんか、唾飲み込んだりとかして、で、本番もう全然だらしなくて、それでしまいには、川野さんしっかりしてくださいよとか、なんか、のたまわってるんですけど、だからそんな本気だからね、絶対もう安全牌だから、で、川野ちゃんが超 M の新人アナウンサーで、街頭インタビューするでしょ。そこに同行してね、本人がついていくと。で、ちょっとでもアナウンサーである川野ちゃんがミスをすると、本次がね、女王様周りの厳しいお仕置きを。あ、じゃあ、ね、女王様でディレクター、番組のディレクターでもある。そう、番組のディレクターって設定だからね。で、新人アナ、カバノちゃんはね、超 M だから、そのお仕置きに喜んで、本次にお礼を言わなきゃいけない。で、もちろんその後もインタビュー続けると。ありがとうございますと。
でお仕置きの内容はね、その都度スタジオからチンベル鳴らしておいが指示するからね。あでインタビューのテーマフリーでいいよ、何でも。で新人アナウンサーらしくね、元気よく言ってほしい。ただあのインタビューする前ね、相手に自分は新人アナウンサーで今日が初めてのインタビューなんで、はい、間違えたりすると途中でディレクターから指導が入るかもしれないって一応ちょっと軽く断ると。ああ、ね、最初にそれを一応これ言っとかないとね。じゃあ行きましょうかな、インタビュー、スタート。これどうなるんだ、人が一人もいません。まだいないとこ選んでんじゃないの。いやいや、なんかあ女の子2人組が涼しげな格好。ああ、と手前のビルが入っていっちゃった。ダメか。あらら、よかったな。あ、なんか暑苦しい男の人たちばっかりになっちゃいました。いい、はい、じゃあサラリーマンの男の人行ってほしい。いいんじゃない。どうも、あ、こんにちは、ちょっとよろしいでしょうか。あらら、あらら、ダメ、すごいな、若いね。なんかまだ新卒のサラリーマンみたいな感じの表情一つ変えずにですね、ちょっと近寄ってきたのが実は嬉しい顔をしてなんか言っちゃって。でも表情は隠してましたけど、女の子二人組って言いますかね。それともなんか帽子がすごく似合っておりますけれども、あ、電話中か、電話中かな。あ、どうもこんにちは、あ、文化放送と申します。あ、二人ともなんか夏の帽子がとてもお似合いで、いいじゃん。もう一人のお友達はお電話中でございますが、どうもこんにちは。すいません、すいません。ですね、私ですね、実は最初に言っときますけれども、新人アナウンサーでちょっと今日街頭インタビューが初めてなんですよ。はい、それちょっとその辺をお含みおきいただきときまして、インタビューを、させていただきたいと。いいね、ういういしいですね。どうもよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ですね、はい、まあ8月のアテネオリンピックを、目前といたしましてですね、もう日本も各競技の予選ですとか、そんな形で盛り上がっておりますね。いいね、おりますよね。はい、はい、今日なんかは女子バレーの試合なんかもありますけど、演じてるね。ご興味は どんなものでしょうか。サッカーが。サッカーが。それはこれね、史上初ですけれども。ダメだね、それ聞かせちゃ甘いから、ディレクターからね、厳しいお仕置きをしてもらわなくちゃいけないな。じゃあ手始めにビンタしてあげようかな。じゃあ本日ビンタのお仕置き頼むからね。なりましたよね。はい、いや、もっとしっかりしなきゃダメでしょ。うまい、上手、本日うまい、ありがとうございます。上手、だからもっとしっかりなんかやんなさいよ。はい、うまい。もうお相手の女性2人が黙っちゃった、黙っちゃったな。ごめんなさい、どうぞ。続けます。女子も男子もサッカー出場ということで、女子で男子どちらに興味があるのサッカー、ね、今私すごい楽しかったから早くまたお仕事してほしい。どれぐらいまで、いけそうでしょうか。いまいちで声がしっかり出てないとか。じゃあまたディレクターの本日で女王様とお仕事が出てるからね、ネットでどんどん潤してあげよう。ネットの前でですか。個人的にファンだなとかっていう選手はいらっしゃいますか。ウケる。ほらしっかりしなさいよ、あんた情けないわね。キャラクターがいつもと違うキャラクターをちゃんと演じてる。上手ですね。また干されたいの。いや、干されたくはないです。しっかりしなさいよ、あんた。すいません、ありがとう。暑かった。ありがとうございます。発声がダメだったんですね。もっと大きな声出して。はい、いいね。発声がダメだったんですね。あ、オッケーちゃん。楽しい。好きな選手は誰ですか。中田です。中田、中田ね。あ、中田はやっぱりチームリーダーとして、その責任を全うしていると思いますけど、この間怪我あった。喋り方にメリハリがないもんな。残念でしたね。失格だから。じゃあまたお仕置きだね。これ本格的にね、いじめてあげなきゃ。好きです。本日で今履いてるハイヒールを脱いで、おのごの部分をね、カノちゃんの顔にグリグリを振り付けてあげて。出れそうな感じなので、まず、ちょっと、はい、はい、はい、あいた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 、しっかりしなさいよ、もっと。それじゃダメよ、はっきり。これは、もうだから本日レギュラーにしたいな、これ。
レギュラーが決定。全然ダメじゃない。見てるんじゃないわよ。大丈夫です。燃えてるんじゃないんです。すいません、なんかもう嬉しいんです。はい、ちょっともう少し聞いてあげてください。はい。優勝目指して頑張ってほしいですよね。やってくれてるね、これ。あの、他にメダルが期待できそうな競技はありますか？テコンドー。テコンドー。下がってるからやっぱりね。テコンドー。テコンドーが下がってるよね。びっくりしましたね。岡本選手が出れるのか出れないのか、これちょっとまだね、心配なところがありますけど、なぜまたテコンドーインタビューがね、盛り上がってないからね、何で言っても分かんないからね、こんな言葉攻めをしながらね、本人無知で叩いてあげよう。はい、そうですか。出れば前回もメダルを獲得しましたので、今回も、はい、ノロマヤローが下手なインタビューして出んじゃないわ、あんた豚よ。はい、豚です、僕は豚です。何やってんのよ、ほらこっち向いて。あ、僕は豚です、僕は豚です。もう干されても知らないわよ。干されてください、僕は豚です、相手は豚です。もう本人さんに拍手をこっちは豚です。ノロマヤ豚です。ほらこっち向きなさい。はい、たくもう本当にどうすんの、もう知らないけど、もうよし、フェーダーでしてけ、フェーダーと。インタビュー入ったらどっかに行っちゃったのかしら。もう現場しよう、現場しよう。記念品を差し上げます。あ、私、これ本番にいらっしゃったんだ。